シェアの半分を占める森田ホールディングス中島正弘社長、7年前に就任して以来一貫して力を入れているのが技術開発だ。これがノズルですね。発泡酒のもの、これは特殊な溶液を使った泡で消火するオリジナルの技術。一般的な消防車に比べ使う水の量は1割以下で済むという。今やこれが主力商品。しかし受け身で受けてたとしたら手すり原因になってしまうんじゃないか。消防車の主な客は地方自治体。今後市場が縮小することが予想される。そこで驚きの戦略に打って出た。イオンの冬ギフト。イオンの冬ギフトには贈りたくなる物語があります。日本の果実が、日本の恵みが、日本のこだわりが、美味しい物語を紡いでいく。イオンの冬ギフト。私は日本をもっと好きになる。そんなギフト。ギフトは今なら早得。それでいいのかね。その町がワクワクする町に行けるか、はい、その町が楽しみの多い町に行けるか、その町がときめきのある町に行けるか。いつから行くって町の印象とはホテルの印象でもある。三井ガーデンホテルズ。常に一歩先のニーズを考えてきた中島社長が新たに選んだのが介護事業。消防自動車のメーカーが今度は介護施設の運営にも乗り出す。その最初の施設が明日名古屋市内にオープンする。当社の場合は防災の設備と介護施設とかなり関わりがあったんですね。その関係でですね、やはり入り込んだもんですからどうなるかあれですけど、まあ挑戦をしていきたいなと。日本一高いはしご車ありましたね、はい、あれ車の外にこうちょっと上がると椅子があって、その横にマニュアル車のような
構操作のレバーがあるんですよ。それで、それすごく簡単な操作なんです。あ、実際小谷さんもいじらしてもらう。あの、はしご車の上の方には乗ってないんですけど、操作をさせていただいたんですよ。あれ、はしご車の、あの、なんか、あの上の方に乗るためには命綱をつけて、訓練をして、ヘルメットかぶって、その工程が必要になります。はい、では、私の赤いブラシを使わないようにしてください。アメリカでは30日、金融政策を決める FOMC 連邦公開市場委員会が開かれ、市場にマネーを供給する量的緩和の縮小が見送られました。見送りは予想通りでしたが、 FOMC が市場にとってね、驚きだったようです。ニューヨークからお伝えします。はい、今回の焦点は、政府の一部金融停止などの財政問題が混乱した影響を FOMC の声明文がどう評価するかでしたが、その内容はマーケットを動かす結果となります。市場は FOMC が声明文の中で財政問題が経済に悪影響を与えたと強調し、量的緩和の継続を正当化する根拠にすると見ていました。しかし実際の声明文では、財政問題が成長を抑制しているとの穏やかな表現にとどまったため、緩和縮小の可能性は急に意識され、金利が上昇、ドルが買われる展開となりました。ドル円相場は声明発表直後50銭ほど円安ドル高に動きました。大江さん、では量的緩和の縮小時期はいつになると予想されているんでしょうか。はい、来年議会で再び財政問題の協議が行き詰まるリスクもあるので、エコノミストは年明け以降になると見ています。ただ今回の声明で住宅市場への懸念が示されていて、縮小は来年3月以降という見方も増えてきています。では現在のマーケットです。主要3指数とも増加しています。ダウは15,570円台、ナスダックは3,918です。続いて商品指標です。金、原油ともに下落しています。以上、ニューヨークからお伝えしました。あの FOMC の動きに進んで、その笑っていただけることになって、あのイエレンさんが高派でいらっしゃると、高派の人たちのせめぎ合いもあるというふうに聞いてますけど、実際にイエレンさん自身を伸ばしたい、私たちも早めにするという政府にもするということと、あと1月2月結構いろいろ目白押しですよね。1月の15日までしか今の残留債の期限が、そこが期限なので、それを延ばさないといけない。はい、それから2月の7日に債務上限の期日がありますね。これを引き上げないと国債発行できないし、政府の支払いができないということなんですが、期限の影響も大きいので、はい、まあ、そういうことがあれば、まあ、私は3月以降になるんじゃないかなと思うんですけどね。それをイエローさんの思うというのでしょうかね。今のもと著名人が集まっています。なんか小さめ小さめ、ほら見てね、小さめでしょ。スマホから、小さめラブラックスマホから、今エプソンハイプリント、かわいいよ。はい、小さめエプソン、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 どこ行ってた。私にとって計算が必要なの。
両陛下が主催する秋の演劇祭が東京都港区の赤坂御苑で開かれました。秋の演劇祭には国民栄誉賞を受賞した長嶋茂雄さんが史上最高齢の80歳でエベレスト登頂に成功したプロスキーヤーの野村雄一郎さんなどおよそ1800人が出席しました。天皇皇后両陛下はゆっくりと歩いて回り、招待者に未来の言葉を伝えました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。Thank you.
ニューアウディ A3 スポーツバックデビューフェア開催。テレビ注目してください。もう充電してきたでしょ。スポンサーの提供でお送りします。